こんにちは。キャスティング多賀城店の熊谷と申します。この度キャスティング多賀城店がプレオープンとなります。こちらの店舗は近隣に仙台港、塩釜港、七ヶ浜、奥松島などの釣り場にアクセスしやすい場所に立地しておりまして、店内の品揃えも海釣り用品を特に強化した品揃えとなっております。今回はプレオープンという形でのスタートとなりますが、ご来店いただくお客様、皆様のご要望に最大限お応えできるように品揃えサービスに日々努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは簡単に店内のご紹介をさせていただきたいと思います。まずこちら入り口のエントランスになりますが、入り口入ってすぐ左手の方ですね、こちらがルアーコーナーを展開しております。まず入ってすぐのところには定番のバス用品ですね。ブラックバス用品、壁面にはルアーロッド関連を多数ご用意しております。続いて奥に行きますと、当店の主力ソルト関連ですね、特に強化をしていますシーバスルアー、その反対側には、フラットフィッシュ関連ですね。こちらのルアーを数多く展開しております。さらにその奥隣にはロックフィッシュ、ライトロックフィッシュ関連ルアーをこちらも品数豊富に取り揃えております。はい、さらに奥に行きますと、スーパーライトジギング SLJ ですね、人気の SLJ やスロージギング関連、反対側にはタイラバ用品ですね、オフショアロッドとタイラバ用品。はい、こちらの前エンドには、非常に人気の高くなってます天野用品、タチウオ天野用品ですね、それからタチウオ専用のジグなんかも、品数豊富に取り揃えております。はい、こちらルアーコーナーの反対側になります。入口入って右手の方には主に餌関連、それから防波堤の竿を用品関連なども各を品揃えしております。特に、当店の地盤のコーナーであります餌用品コーナーですね、大型の蓄養器を2台設置しておりまして、青い染めや岩い染め、砂利目、生き餌関連も数多く、新鮮な餌を揃えております。その他防波堤関連や、黒鯛釣り、マダイ釣り、グレ釣りにも活用いただきます海門餌なども、品数豊富となっております。リーテンへの、遠征にも対応するですね、豊富な品揃えとなっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。ずっと戻ってきまして、レジカウンター前をずっと通り過ぎますと、目に入ってきますのが壁面、壁側一面のクーラーボックスコーナーですね。こちらも品ぞろえを強化している部分となりまして、ダイワ、シマノなどの人気クーラーボックスを数多く展示しております。豊富な品ぞろえの中から品定めしていただくことができますので、ぜひこちらもご覧いただきたいところです。クーラーボックスの前側からは、タックルボックスコーナー、こちらも人気の種類を数多く品揃えしております。その裏側からは防波堤仕掛け関連、投げ釣り、サビキ用品、各種人気の仕掛けを揃えております。ただいまシーズンのハゼ釣り用品も品数豊富となっております。その横からは
お隣はから船釣り用品関連となっております。今シーズンのヒラメ用品、それから仙台湾定番のカレー用品、旬物でありますてんやのマダイコーナー、こちらも人気になっています。味びしコーナー、こちらもご当地の人気商品を数多く品揃えしております。さらに奥に進みますと、こちらブースコーナーですね、ブーツウェーダーコーナーがございます。はい、その隣にはこちらバックコーナーですね。バックやタックルベスト、フローティングベストも各種人気メーカーのアイテムを数多く取り揃えております。さらに奥に進んでいきますと、こちらウェアコーナーになりますね。人気のレインウェア、さらにこれからシーズンを迎えます防寒ウェアもすでに展開を行っております。こちら特価品なども数多く取り揃えておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、では入り口側に戻っていきますと、こちらがリールコーナーですね。ベッドリール、スピニングリール、電動リール、こちらが1箇所にまとまっているような形になっております。さらにその横にはですね、こちらもぜひ見ていただきたいリコーナーなんですけれども、当店スタッフが厳選した品揃えの、金物用品、それからランディング用品等々が並んでおります。金物小物コーナーですね。もう納得の品揃えという形でご納得いただけるのではないかと思います。はい、足早に店内ぐるっと回ってまいりましたが、こちらの店舗はですね、釣り場に近い現場型の店舗として、特に海釣り用品に関しましては地域ナンバーワンの品揃えを目指して、引き続き品揃えの強化を図っていきたいと考えております。ぜひ調光前にですね、お立ち寄りいただき、鮮度の良い餌、各種消耗品類など、ぜひご覧いただければと思いますので、皆様のご来店をお待ちいたしております。本日はありがとうございました。